1年前のな、今日の4時何分だったかな、朝5時前くらいかな、ぐらいに亡くなって、ちょうど俺が高速道路でね、こっちクラブハウス向かうときに電話が来て、突然亡くなったと。まあ、今も高速道路走りながら、ね、ちょっと思い出したんだけど、まあ、1年早いなと思うし、まあ、サッカー界にとって非常に大きな死だったと思うけど、別に個人を忍んでとかそういうんじゃなくてね、まあ、これから自分たちが、誓わなきゃいけないこととか自分がやらなきゃいけないことをね、考えながらでいいと思うんで、黙祷を捧げてください。じゃあ増えていくよ、黙祷。始まろうじゃあ。別にしんみりする必要は全くないんでね、そういうのは大っ嫌いな人間だったし、常に笑ってるようなそういうやつだったんで、まあ、暗い気持ちにはならなくていいと思う。まあ、彼にいつも俺は誓ってるんだけど、やっぱり昇格するためには俺一人の力じゃもちろん何もできないし、みんなの力を集約しないとできないと思うんで、まあ、これを着てるっていうのはその思いも多少なりとも感じてほしいなと思うし、まあここの OB でこちらマリノスとか横浜市の OB でもあるけど、ここで2回か、ここで2回、マリノスで2回、日本一の回数は俺なんかよりも多いし、非常にこうリーダーシップを取ってくれた人間なので、まあ、それを継承しようとは言わないけど、そういう気持ちを持ってやってほしいなと。今日はいつも通りね、4人やって演じをやって終わりで楽しんでいきましょう。行こう、スタートボタン押して、スタートボタン。パスアップ、パスアップ食べたことあるやつだ、ほら。食べてるやつだね。あ、食べてるか。はい、はい、じゃあ食べまーす。はい。やっぱり、ドリブルとか、そういうテクニックとか、やっぱりすごかったと思うんだよね。そういうところが、すごいファンだったし。まあ、ジュビロの T シャツ、初めて買った番号が8番だった。そういうところがあります。そうですね、ずっと見てましたし、まあ、僕とプレースタイルが違ってすごくテクニックがあって上手い選手で、まあ、常に見てて憧れではありましたけど、まあ、自分にはできないプレーだったんで、まあ、ただ本当に楽しそうに常にやったんで、その気持ちっていうのはやっぱり僕自身も持たなければいけないなと思いました。やっぱプレーを楽しむことによって余裕が生まれていいプレーができると思うので、もう少し楽しみながらこれからもやっていこうかなと思います。明日ぜひ勝利で頑張ります。いや、同じ気持ちでね、J1 昇格を誓って、去年ね、アウェー熊本戦だったかな、まあ、そこから一回も勝てずにシーズンが終わってしまって、まあ、申し訳ない気持ちいっぱいだったんですけど、まあ、今シーズンあっという間届くところにやっぱりいられるし、まあ、ここから痺れるゲームは、ね、続くと思うんだけど、まあ、上から見守ってくれとか我々を勝たせてくれとかね、そんなおがましいことは、ね、一切思ってもいないし考えてもいないし、まあ、とにかくみんなが無事でね、1シーズン乗り切れるように見守ってくれればそれで十分だなというふうに思います。